本講座児童生徒に対する性暴力等を防止するためにをご視聴いただいている皆様そしてここにご参集いただきました3人の先生方こんにちは私たちは本日各分野の専門家の話を交えつつ性犯罪性暴力を防止するために何が大切なのかそしてどんなことを意識し行動していくべきかを 一緒に考える機会を持ちたいと思います。この問題は社会全体に影響を及ぼし。被害者だけでなく。その周りの人々にも深刻な影響を与えています。私たちの目標は。この問題を深く取り下げ、掘り下げ。理解を深めることを通じて。より安全で包括的な社会や学校を作っていくための提案を。 共有することだと考えます専門家の皆様本日はどうぞよろしくお願いしますそれぞれの専門分野からの洞察や知見を通じてこの講座が有意義なものになることを楽しみにしていますさて本講座はまず社会的な要因や教育の重要性などこの問題に対する 幅広いアプローチを探っていきます次に性犯罪や性暴力等の現状についてデータや事例を交えながら議論していきますその後臨床心理の立場から予防策や支援対策についても議論し今後どのように個人や社会が前進していくべきかを考えていきたいと思います では講座を始める前に自己紹介も兼ね、本日のテーマについてどのようなお考えをお持ちかお一人ずつお話ししていただきたいと思います。最初に榊原先生よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。視聴者の皆様こんにちは。榊原義弘と申します。えっ、ー、と専門は学校経営あるいは公教育経営ということで、えー、勉強しております。 このテーマは子どもたちがやっぱり多くの時間を使う学校に関係するものであると同時に、えー、子どもたちを中心とした地域の方々あるいは保護者の方々もちろん教職員を含めて実にいろいろなこうステークホルダー、まあ、利害関係者が関わるテーマだと認識しております。えー、子どもたちに対するこうした暴力が、えー、一刻も早く止み 子どもたちが安心して学び成長していける環境をどうすれば作っていけるのか一緒に皆様方と考えてみたいと思いますどうぞよろしくお願いします次に工藤先生よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、皆さんこんにちは名古屋大学の工藤新平と申します 普段はですね障害のある学生の就学支援と合理的配慮などの支援を行っているんですけれどもこれまでの経験の中で刑務所でカウンセリングをしたりそれから刑務所出てきた人たちの社会復帰支援に携わったりということがありましてこの加害者の臨床ということにも関心を持っています。 加害者の臨床をやっているとどうしてもその本人の世界ということを大事にする部分というのはあるんですけれどもただその犯罪を防ぐという意味では、えー、予防ということがやっぱ一番ですので、えー、その加害者臨床の中で得られた知見というものを社会に還元する形でどんなふうにすれば、えー、こうした加害を防ぐことができるのかということについても考えていきたいと思っていますよろししくお願いします。 続きまして西村先生よろしくお願いします。京都教育大学の西村彩子と申します。よろしくお願いします。私の方はあの臨床心理学そしてあの教育相談をあの専門としています。今日は私が何かこう話題提供をするわけではないのですが、子どもと関わる立場から先生方の性暴力に関するお話を伺う中で。 子どもたちがあの豊かにあの健康に生きていくために私たちあの教師がそして大人が何ができるのかということを一緒に考えていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に私は現職教員ですので視聴者の代表としてこの場で意見交換をしていきたいと思っています。それではまずこの問題に対する幅広いアプローチとして。 社会的な要因や教育の重要性、そして知っておくべき法律等の観点から話を進めていきたいと思います。京都教育大学連合教職大学院で一緒に学びませんか二つの系、四つのコースからあなたに合った学び方を。夜間の授業も多いので、働きながらでも大丈夫。意欲を持つ仲間とともに成長しましょう。